よろぶん、あにょはせよ、メッチマンです。このチャンネルは2月13日にカムバックしたトリプル S というアイドルグループにその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベントもお知らせいたします。それでは本日の速報です。早速行ってみましょう。レッツゴー。本日はこのような内容になっております。まず昨日の動画をアップロードした後からダイクストラセオリーがツイッター上で始まっておりました。一応写真をダイクストラセオリーの順番で並べております。見ていただけるとわかるんじゃないかなと思います。この写真はツイッター上で15分おきに公開されました。最初は S1 から始まって最後は S1 で終わりました。次に SBS 土ショーがありました。今回はこの2つの衣装でビームとライジングの披露がありました。結果は残念ながらステイシーに負けてしまったんですけれども2位でした。パフォーマンスの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。土ショーのアカウントでメンバーのセルフィーが公開されています。興味がある方は覗いてみてください。18時にバイナリー01 S4 チェヨンちゃんのオブジェクトがリリースされました。こちらは明日の17時59分まで購入可能です。昨日のアイドルラジオの動画がアップロードされています。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。YouTube のショートが更新されました。ヘリンとカエデのダンス動画になっています。夜9時半に恒例のシグナルが公開されました。内容は今日の土ショーの舞台裏でした。本日公開されたイベントはありませんでした。進行中のイベントはこのようになっております。一番上のマイミュージックテイストのイベントが本日締め切りになりますので参加したい方は忘れずに参加してください。アップカミングですけれども明日は MBC 超チャンピオンがあります。また18時にはユビンのファーストクラスオブジェクトが販売開始となります。以上で本日の速報ですは終わります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また動画内で取り上げてほしいことがありましたらぜひコメントで教えてください。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。